鬼屋敷正とは、三重県出身の元プロ野球選手。宇藤右内。ち。小学校時代は、柔道と野球の二つの競技に取り組む。柔道も嫌いではなかったが、野球の中学校時代は野球に取り組み、卒業後は、甲子園出場を目指し、小学生の時によく柔道の試合で行っていたという、近畿大学工業高等専門学校へ進学した。 2009年、高専3年時に、遠投118メートル、二類送球到達タイムが1秒64の強権を誇る、高校球界ナンバーワン星として注目を集める。目立った実績は残していなかったが、その身体能力からプロ11球団が視察に訪れていた。しかし、鬼屋敷は5年生の高専生であることから、野球協約の 日本の学校に在学している選手に対しては、選択会議開催の翌年3月卒業見込みのものに限り選択することができるという規約に引っかかり、当初は3年生時点でのドラフト対象外であった。日本プロ野球機構が高先生のドラフトの扱いについて日本高野連に問い合わせると、8月7日の定例全国理事会において、 全国高等専門学校体育協会が3年次終了時点での進路変更を認めていることからドラフトでの扱いを高校在籍者と同じにしても異議なしと回答されたことで同年より鬼屋敷のような高専3年生もドラフト指名対象者とすることになった。10月29日のドラフト会議で読売ジャイアンツより2位指名。 11月15日に契約金6500万、年俸600万で仮契約。背番号は64に決まった。高等専門学校から初のドラフト指名を経たプロ野球選手となった。高専3年時、野球メーカーが実施した5000人ほどの高校球児を対象とした筋力測定テストにおいて8種目の総合点で全国1位になったこともある。 プロのレベルの高さや木製バットに対応できず、2010年はイースタンリーグでは打率1割台がやっとであった。同期入団の河野元気と二軍の正捕手の座を争い、2012年にはイースタンリーグ開幕戦にスタメン捕手として出場を果たした。2013年6月9日、対東北楽天ゴールデンイーグルス戦の9回から前の回に、 代打で出場した石井義人に代わる守備固めで一軍初出場を果たした。翌2014年も一試合に出場し、初打席にも立ったが、三振に倒れた。先輩保守の加藤健也鶴岡一世との合同自主トレを経て臨んだ2015年は、春季キャンプで猛アピールし、当時の監督の原辰則からは、MVP と評された。前年の二軍打率は、 160だったところ、この年は264まで打率を上げた。しかし、故障の影響もあって1軍公式戦への出場機会はなかった。背番号が95に変更された2017年は3軍戦が主戦場となってしまい、2軍公式戦出場はわずか2試合にとどまる。1軍出場は2014年の1試合が最後で10月4日。 球団から戦力外通告を受け、トライアウトは受験せず、現役を引退した。入団時には、時代の聖保守と、大いに期待を込めて報じられたが、入団当時の一軍の保守には、安倍晋之助がおり、控えにも、サ根松一世や加藤健といった、経験豊富な保守がいた。二軍で、甲の元気と争うも互いに伸び悩み、鬼屋敷より後に入団した。 小林誠二や宇佐美慎吾らの保守争いにも割って入ることができなかった。引退後も巨人に残り、2018年からはブルペン保守を務める。ありがとうございます。